会場のアコスタディオまで、はい、この原宿駅の竹下口から行き方ですね、はい、歩いて2分っていう風に僕は聞いてます。アコスタジオじゃないですか、アコスタディオ。こうやってね、竹下口を出て、左の方へ、左ですね、歩いていくと。クッキー屋さん有名なんですよ、これ。知らなかった。ちょっと何、セサミストリートみたいな。そうですね、なんかこう本当美味しいですよ、しっとりしてて。ここです。近い。これ何か地下が我々のライブ会場。アコスタディオ。アコスタディオ。ちょっと一個いいですか。はい。ちょっと僕ツイッターやってるんですけど、はい、僕のツイッターちょっとフォローしてもらっていいですか。全然してくんないですよ。僕キクさん。一応この小さい中でもグループライン持ってる仲間じゃないですか。確かにそうです。全然フォローしないから完全に絶対軽く見てんだなって。僕すいませんでした。全くしてない。俺はもうすいません。最初の打ち合わせの段階でアラポンのやつをフォローしてアラポンの情報をリツイートしたりとかしてるんですけど、同じライブでやる仲間なのにフォローしてくんないんだろう。俺はちゃんと告知してもリツイート5っていうことでヤバいっつってんだろ。いやいやいや、俺は大きさフォロワーが多いですから。そうです。やっぱり34万人いますから。いや、それでもリツイート5ってことは34万人いて5人しか興味持ってないっていう、やっぱやばいじゃない。めちゃめちゃうまそう。これ何これ、うまい。